クスーヨーチューガラビラー、皆様こんにちは。私は2015ミス沖縄コバルトブルーの記者バリオヤイビン。沖縄ではこの時期でも暖かく平均18度で、1月から5月にかけては花のカーニバルが開催され、色鮮やかな美しい自然を楽しむことができます。今年注目のスポットは宮古島と伊良部島をつなぐ伊良部大橋が1月の31日に開通いたしました。橋の長さはサンゴの品にちなんで3540メートルあり、無料で渡れる橋としては日本一長い長さを誇っております。南国の自然を楽しみながら一味違う沖縄を感じてください。また札幌雪まつりでは大通り西10丁目会場で沖縄ブースを出展しております。皆様のお越しを心よりお待ちしております。メンソーリオー。